ので人間の獲得するすべての富が一時的なものであるに過ぎないように、犠牲供養によって獲得した天井の楽しみも一時的なものである。アートマンを実現した人は至るところに永続する幸福を見出す。Thank you.
友人たちに会いたいと望めば、見よ友人たちが彼に会いに来る。友人たちと共にいて彼は幸福である。そしてもし彼が天井の香りと花の跡を欲すれば、見よ天井の香りと花の跡は彼のもとにやってくる。それらを所有して彼は幸福である。そしてもし彼が天井の歌と音楽を欲すれば、見よ天井の歌と音楽とは彼の歌。